はい、皆さんどうもこんにちは。ウォタのベースライフです。今回はですね、単刀直入に言うと、僕がこのベースで新しい奏法を開発しましたよという動画になります。新しい奏法ってそんなお前ができるのかいみたいな感じの人たくさんいると思うので、順を追ってね解説していきたいと思います。で、今回この新しい奏法を使ってその練習フレーズみたいな、皆さんに弾いてもらおうと思って練習フレーズを用意してあるので、コメント欄にその練習フレーズのところまで飛ぶリンクが貼ってあるので、コメント欄に行ってみてください。はい、そしてどんな奏法かと言いますと、僕がブラッシングロータリーと名付けた奏法です。こういう風にロータリーをやるときって基本的に3連で音が入るじゃないですか。このサムアップですね、このサムアップを工夫してえげつない音数を出すっていうロータリーです。このロータリーのサムアップをですね、このカラーピックで上にガガッといってしまって、その後プルをするっていうやつです。これを一連の動きでやると、こういう風に4弦ベースでやっても最低で5連ぐらいの音は出ます。そういう感じの、ブラッシングロータリーなんですけれども、今回この、ベーシストの皆さんにこの奏法を知ってもらおうということで練習フレーズを用意いたしましたので、もし弾いていただける方がいたらどんどん弾いちゃってください。 Twitter とか YouTube の方にその演奏動画を上げたいっていう方は、ハッシュタグブラッシングロータリーってつけてくれれば、僕がもう拾ってそのままリツイートしたりするので、いないかもしれないけど聞いて動画を投稿したいぜっていう方は、そういう風にやっていただければありがたいです。では練習フレーズの方ですね、どういう点にこだわったかというと、基本的にこのブラッシングロータリーってゴーストノートが基本なので、ゴーストノートを何連かやった後に実音が入るっていう、そういう奏法になってるので、基本的には音はハンマリングを使っても2連入るか入らないかぐらいの感じです。なので動きとしては単純なフレーズになっているので、集中するのはこっちの手だけでもいいよっていう感じですね。なのでこっちの運指の方はそんなに難しくない仕様になってます。そしてゆっくりのバージョンですね、フレーズテンポ140ぐらいでやってるんですけど、ゆっくりのバージョン110ぐらいのテンポのものを用意してるので、そちらもぜひ使ってみてください。あとこの手元アングルですね、手元アングルの動画も用意しているので、そちらもぜひぜひ使ってください。それではいよいよ練習フレーズです。皆さんこういう風に、ブラッシングロータリーをマスターしていただけたらなと思っています。では練習フレーズどうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。練習フレーズそんなに難しくないよっていう方も、中にはいたかもしれませんね。使えるようになるとかなり楽しい奏法なので、もうぜひもうバンバン使っていただけたらなと思ってます。そしてこの奏法ですね、さっきも言いました通り、練習フレーズを弾いて動画を上げたいぜっていう方は、ハッシュタグブラッシングロータリーという風につけていただいて、それで動画を投稿していただけたら、ツイッターなら僕がリツイートして拾いますので、はい、よろしくお願いします。そしてこの奏法ですね、本当にあるんじゃないかなと思ってツイッターに投稿して、その後かの有名なむずみさんにね DM で聞いたんですよ。そしたら、むずみさんも知らないということで、この奏法面白いので動画にしてもいいですかっていう感じで返信をくれたので、もう
もう ぜひ使っちゃってくださいっていう感じで、むつみさんの方で動画にしてもらってるので、そのリンクを概要欄に貼っておくので、そちらも見に行ってください。というわけで、今回このブラッシングロータリーの奏法の紹介になりました。新しい奏法を見つけるっていうのは本当に楽しいことなので、まあ、これからもね、できたらどん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 新しい奏法を開発していこうかなと思っています。ではご視聴ありがとうございました。練習フレーズの方もね、皆さんやってみてください。ではバイバーイ。